はい、皆さんこんにちは、マッスーと申します。今回はポケモン不思議のダンジョン空の探検隊スペシャルエピソードをね、紹介していこうかなというふうに思います。この間までね、生放送の方でゼロの島南部やっていたんですけれどもね、お付き合いしてくださった皆さん本当にありがとうございました。ポケモン不思議のダンジョンね、空の探検隊、時闇と違って、この、スペシャルエピソードっていう、追加コンテンツがあるんですよ。もう10年も前のゲームなんで、ご存知の方多いと思うんですけれどもね。今回中でも、その中でも、最も この、物語に近いというか、一番欠かせないね、ストーリーである、この、暗黒の未来でっていう話をちょっとね、久しぶりにやりたくて、やっていこうかなというふうに思うんで、もしよかったら、10年越しに見るという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。ぜひぜひ、一緒にやっていきましょう。それではじゃあ、暗黒の未来でいきます。この天才部分に、前回これね、やったんだけども、これはもう捨てよう。これはいいんだ。これは放置で。いきます。はい。星の停止を食い止めるため、しょっぱながらちょっと最悪なこれ。もう一回いきます。星の停止を食い止めるため、未来からやってきたジュプトルは、時の歯車を集め、マッスーやミャーと共に、ごめんなさい、ちょっとね、これ主人公ですね。主人公の2体の名前、マッスーとミャーですね。もし初見さんいらっしゃったらね、申し訳ないです。ディアルガのいる次元の塔を目指した。だが、さあ、そうですね、次元の塔にこう、着く前に、ヨノワールたちをこう、一旦倒したんだけれども、ヨノワールもう一回なんか、こうやって起き上がってね、俺らをもう一回未来にこう、引き戻そうとするシーンなんだよね。があるんですよ。歴史は変えさせん。この、すごい印象的だよね。このヨノワールのね、この体の下のところなんか、クパーってやで、なんか、シャドーボールがなんか飛んでくるんだよね、このシーンね。そう。いや、このジュプトルの、本当にいいんだよね、このかばうシーンとか、いちいちかっこいいんだよ、本当に。男だけど、俺も惚れるわ、ジュプトルに。いや、男だけど、人間だけど、ポケモンに惚れるよね、これね。ここのシーンは回想シーンなんでね。字幕を、おのおのちょっと読んでもらえると。さ、ジュプトルがなんか、いきなり、うおーとか言ってね、賢者モードに突入し、ヨノワールを、押し始めました。ここ生放送した時に思い出したんだけど、なんかこのワールドこのよじよじ動きがやたらと気持ち悪いという話になりましたね。感動シーンですよ、ここは。世の終わり。ねえ、このまま貴様と共に、未来へ帰るんだ。さあ、ねえ、主人公のね、マッスー君は、この二人との、未来から来たことを知っていて、かつ、昔その未来世界で共に冒険していたんだよね、ジュプトルはね。さあ、じゃあ、あとは託されたってことで、ここで時の歯車もばらまかれたわけですよ。さあ、ここで、ピカチュウがやってきて、それはどうね、いきなりこう、どうしたって感じだよね。ここで、世の中の道連れに未来へ帰ると言って、この時空ホールをくぐって、今からこう、世の中をこう押し込んでいくんですね、ジュプトルくん。はい。できる、修造くんかな？なんかジュプトルこれ、ワンチャンあれだよね、先祖の地に、修造さん入ってるよね、これ。よーし。すごいな、押し込んでいきますね。これなんだっけ、相撲の技でこう、ひたすら押していくことね。すごい、雑談が多いんですけれども、とかく、ジュプトルは未来に帰っていきましたと。さ、ぐわーっと言って。で、ジクホールもスピンって閉じていくんですよ。ここのシーンで。自分の使命を仲間に託し、未来へ去っていったジュプトル。さあ、ここ残っていった、ナエトルとピカチュウ。ね。この時の歯車持って、次元の塔の頂上に、行くんだよ。行くのは、主人公視点だから当たり前じゃん。だけれども、ジュプトルとヨノワールはこの後何をしたのか。そこが結構ね、時闇の時点では謎だったし、別に特に描かれる必要もなかったといえば、それまでなんだけれども、でもやっぱり気になりますよね。その未来世界でこの後何があったのか。次元の塔に登っていったその一方ですよ。ヨノワールを道連れに未来世界に帰っていった。ジュプトルは。さあ。この、スペシャルエピソードっていうのは、そのジュプトルが、と、ヨノワールがこう未来へ帰った後のストーリーを、描いたものとなっております。いつもの未来世界ですね、これは。さあ、木も枯れ、時間も止まり、日も昇らない、そんな世界。さあ、苦しい顔で、少し声を漏らしたジュプトルですが、下にヨノワールも倒れてますね。しか言わないな、お前。レミリアかな？さあ、周囲をキョロキョロして起きて、ヨノワールと見つけましたね。ここは未来なのか？俺は、また帰ってきたのか？この暗黒世界に。
しかし、俺もヨノワールも消滅せず、未来も暗黒のまま。ということは、歴史はまだ変わっていないのか。まあ、この辺ちょっとね、ストーリー補足していくとね、ちょっと長くなってしまうんで、まあ、これはポケダーの、ぜひぜひ最初からね、ストーリー見ていただいた方が、話ははるかにわかりやすいのかなと思います。もしかして、マッスーたちは、時の停止を食い止めるのに、失敗したのか。いや、そんなことはない。まだこれからということだって考えられるではないか。歴史が変わった影響は、もうしばらくしてからこの世界にも出始めることだってあり得るだろう。とにかく、今はそれを信じるしかない。マス、ミア、頼む。やり遂げてくれ。お前たちを信じて、俺もやれることをやるだけだ。とは言ってもね、まあ未来世界を押し込んでいたジュピトルにも相当かなりね、負傷がありますよね。おっと、ヤミラミ、お前、ヨノワールの手下じゃねえかよ、お前。いや、ヤミラミ、こういう目がダイヤモンドだから、ちょっと闇らみからちょっと目だけ欲しいよね。うん、すげえ声を出して汗かいてどっか行きましたね。もう追手に見つかそう。まあ、ヨノワールの手下なんで、闇らみに見つかるっていうのはすごいジュプトルにとってね、都合の悪いことなんですよね、これ。うん、そうだね。ってことで、まあ、ジュプトル。うおっと、それ以上にヨノワールが起き上がってしまった。うぐ。ヨノワール。ジュプトル。貴様やばい、怖い。あ、でも、ヨノワールも力がないんだな。うん、頭の上に刺さってるなんか、釘のまぶたが重くなってるよ、これ。うぐ。お前も、俺たちの戦いで相当なダメージを負っているはずだ。無理をするな。おのれ、ジュプトル。まあ、わかるけどね、気持ちはね。未来ですよ、ヨノワールくん。そうや。お前、ジュプトルに押し込まれて、未来に帰ってきちゃったんだよ。そう。急に笑い出したね。やっぱ自分の命がこう消滅するって分かってきたあたりから人間っておかしくなってくるのかな。もう一種の余命宣告だもんね、これね。さあ、起き上がって。結局私は負けたのか。お前たちに。私は、ジュプトルやマッスーたちを、阻止することができなかったのだ。くくる。ちょっと怖いよね。でも、どうしてだ。私は消えたくない。ただ、消えたくないだけなのだ。それなのに、どうしてお前たちは。お前も過去の世界を見ただろ。日が昇る素晴らしさを、そよ風の安らぎを。心が歪むこの暗黒世界に未来はない。俺だって消えたくなんかないが、でもそれも歴史を変える定めならば仕方がない。俺たちが消えても、せめてこれから未来に生きる者のためになるのなら、全てはこれから授かるであろう新たな命のためなのだ。まあ、要するにね、まあ、歴史を変えようとしたんですよ。うん。自分たちが生きたいがために過去に戻って、違う、逆だ。歴史を変えさせないようにしたんだよ。うん。ジュプトルはその歴史を変えさせようとして、ヨノワールは歴史を変えさせないように、こう立ち振る舞ってきたんだよね。まあ、過去に戻って。まあ、それをま、今回、ジュプトルに阻止されてしまったわけですよ。まあ、ね、新たな命のためにお前の命を捧げろって言ってんだよ、ヨノワール。理解してくれ。ね。星の調査団により、心が暗黒に染まらなかった者たちの全ての、意見は一致している。この暗黒世界を変えることをな、皆覚悟の上でのことなんだ。お前もいい加減諦めろ。どこに行く。先ほど闇闇に見られた。お前が倒れている時にな、お前の失敗も直闇のディアルガに伝わるだろう。そうなると闇のディアルガは次の手段に動くはずだ。しかし過去の世界にまた新たな資格を送り込むには、ディアルガ自身パワーを蓄える時間が必要なはずだ。だからその間に叩く、次元の塔に行き、闇のディアルガをな。ディアルガ様に勝つつもりなのか。お前も私との戦いで手負いのはずだ。万全の状態で挑んでもわからんのに、今のお前が言ったところで勝てるわけがないだろう。俺も勝てるなんて思っちゃいない。何？マスたちが歴史を変えるまで、歴史を変えた影響がこの暗黒世界にも出始めるまで、それまで時間が稼げればいいと思ってるだけだ。じゃあな。かっこいいよな、未来に戻ってもこう動いていく姿ね。そう、そんなことはさせんぞ。しかしまあ、ヨノワール君、傷は、体は素直だよっていう、なんか某同ね、某ってか同人誌みたいな感じだよね。残念、言うこと聞かないんだよ。でここでまあ、ジュプトル対ヨノワールのね、まあ戦いが始まっていくわけですよ、この未来世界で。
さあ、ノロノロと洞窟に入っていきました。まあ、ジュプトルを操作していくって感じですね。レベルは確か46だったはず。で、この技テーブルに穴を掘るがなかったらかなりきついんだよね。オッケーオッケー。今回はかなり運のいい、これ技テーブルですね。まあ、とりあえずは、どんどん潜っていきましょう。もう終わりか。おっと、終わりではない。まあどうも、中継地点っぽいですね。奥行きましょうか。はい。まあでもさ、俺ね、思うんだ。ゲームとかでね、思い出補正って結構強いよね。なんかさ、最近どんなゲームやってもさ、なんかこう、あんま楽しめないんだよ。長続きしないし。でもやっぱなんか昔やったゲームって、すごい面白いんだよね。昔やったゲームって、絶対それで過去の思い出があると思うんだよ。あのちっちゃかった、小学生ぐらいの頃にね、純粋な気持ちでやってたあのゲームがね。さあ、まあちょっと実況に戻っていきましょう。はい。お、そろそろ抜けられそうだな。次元の塔までまだ距離はある。いや、急ぐぞ。ジュプトル。来ましたね、ヨノワールが。やはり追ってきたか、ヨノワール。しかし、戦うつもりか、その体で。出追いなのはお前も同じだろうが。ジュプトル。闇ラミがいますね。いたぞ。マジかよ。え、この展開で、ちょっと待って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 。闇ラミ4体え、やばくないこれ5対、5対1とか叶うわけねえじゃん、こんなんな。高笑いだ、こんなんな。ジュプトル。残念ながら、状況が変わったな。闇ラミたちよ、いいところに来た。ジュプトルを倒すのだ。ういー。おー、素早いな、ジュプトルもね。え？何をする？え？なんで闇闇がヨノワールを襲うの？これちょっと意味わかんなくない？ねえ、どうしたのだ？だって闇闇はヨノワールの味方じゃんね。しかもむしろ上司だぜ、これ。うん。なぜ私まで攻撃する？いいから反撃しろ、ヨノワール。何？わからないのか？こいつらの狙いは、俺だけじゃないってこと。なんだと？さあ、追い詰められましたね。なぜ私まで？知るか、そんなこと。とにかく、このままだと。俺たち2匹とも、やられちまうぞ。あ、これがあれなんだ。ポケダンサロナのパッケージの中身に書かれてたあれですね、やばい、出てこない。そう、謎のタッグだ。ジュプトルとヨノワールがなぜかタッグを組むんだよ。まあ一体は落とせるでしょう、これで。俺ちょっとね、やばいな、これ。結構ダメでかいぞ。ヨノワール、お前大丈夫か？これでここで復活使われるのちょっとやだな。ここはちょっとオレンの実、ちょっと渡しとこっか。お仕置き2発ヨノワールに入れられるのはちょっと。ちょっと待って。お前だと、手加減っていうものをちょっとしようぜ。もうさ、待って、ヨノワールがまともに、動いてくれないからさ、ねえ、シャドウパンチでいいよ。オッケー。これで今回はさすがにいけるだろう。ジュプトルもちょっと吸い取るしないと、ちょっとそろそろやばいよね。こっち殺そっか。じゃあ、あと冷凍パンチとかで落ちる。なんで鬼火すんだよ、お前。まあ、鬼火したところでって感じだろう。はい、オッケー、座りました。まあ、オレン2個消費したんですけどね、無事に終わりです。うぃー。逃げろあー、やっぱね、闇闇はね、一応数は多いけれども弱いからね、レベル30ちょっとだったはずだし、設定上。しかし、なぜだ。闇闇たちは、なぜ私を。ふん。あいつらすでに幻の大地で、お前を見捨てて逃げ出したじゃないか。これは本編の方ですね。うん、本編でさっきのジュプトルがヨノワールを押し返した時に、あの場にさ、本当はヨノワールと闇闇が6体ほど、5体か6体いたんだけれども、先に闇闇がこう未来に逃げ帰っちゃったんだよね。だからヨノワールが一人だけ残ってたって、そういう状況なんですよ。何を今更。そうであったとしても、闇闇たちはディアルガ様と私の命令には絶対に従う。その私を襲うなんて考えられんのだが。だったらディアルガがそう命令したんじゃないのか。なんだと。ありえん。絶対に、そんなことは。ディアルガ様が私を見捨てるなど、絶対ありえん。ふん、どうだかな。お前はすでに過去の世界でマッスーたちの阻止に失敗しているんだ。そんなお前をディアルガが見捨ててもおかしくはないと思うがな。む。とにかく、そんなこと俺の知ったこっちゃない。
ま、うちわもめは歓迎だからどんどんやってくれ。俺は先を急ぐ。じゃあな。待て。ひとまず休戦だ、ジュピトル。とりあえずは、私と一緒に行かないか。ねえ、ポケダンを一度でもやったことある皆さんならわかると思うんですけれども、このヨノワールの誘いが、どれだけ、ありえないことか。なんだろう、これ地球上の何に例えるかだよね。土曜日と日曜日が同時に訪れることぐらいありえないと思う、これは。ほんと。何？冗談ではない。私は本気で言っている。こいつ、何を企んでるんだ。一緒に冒険すると見せかけて、油断したところを襲う気なのか。心配するな。冒険中にお前を襲うことはしない。ジュピトル、お前はとても用心深いやつだ。私の提案を聞いた瞬間から、もうすでに警戒しているはずだ。油断のないお前に今の私が襲っても通用しないだろう。それもそうだな。それより、私は知りたいのだ。なんかチタンダさんみたいになってるぞ、お前。評価の。私、気になりますみたいなね。なぜ闇闇が私まで攻撃してきたのか。私とお前が組めば強い。ダンジョンも抜けやすくなる。ダンジョンにいるポケモンが暗黒の影響を受けて、ますます凶暴になっているのを、いるのはお前も感じているはずだ。お前にもそれなりにメリットがあると思うが。確かにこいつの強さは俺もよくわかっているし、こいつと冒険を共にする利点はある。世の悪の気持ちの奥底が今一つ読めないが、とりあえず一緒に行動するのもいいかもしれん。さあ、ちょっと怖いけれどもね。だって、今までお互い殺し合ってた奴がいきなり背後からついてくんだよ。何されてもね、おかしくないよね。わかった。一緒に行こう。ただし、下手な真似でもしてみろ。すぐにその場で叩きのめすからな。ふん、好きにしろ。行くぞ。まあ、というちょっとね、展開に発展していってしまいましたね。この荒野を抜ければ次元の塔はすぐそこだ。一気に抜けるぞ。待て、その前に冒険の準備だ。まあまあ、ここはガルーラ像があるからね。まあそうだね、ジュプトルからすれば命令されるのはね、なかなか嫌なことでしょうね。じゃあまあまあ、キリ的にもそろそろいいと思うので、一回このパートはまあここで切りまして、まあ次回からこのヨノワールとね、冒険をしていくという形になります。まあそれまで倉庫の中身じゃねえわ、手持ちとかね、整理して、まあ挑んでいこうと思いますので、皆さんよければ、まあ今回のこの、まあなんだ、10年越しの、まあ、振り返りというわけでもないですけれども、まあポケモン不思議のダンジョンスペシャルエピソード、暗黒の未来で編をね、お付き合いしていただけると、大変嬉しく思います。ということで皆さんね、本当にご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。ではでは、またね。バイバーイ。